田治見市図書館。田治見市図書館は、岐阜県田治見市の公共図書館である。学びパーク田治見にある、田治見市図書館、本館、笠原文館、子ども情報センター、文館、公民館図書室7室からなる。1923年、大正12年に刊行された、岐阜県教育50年史によると、同年の岐阜県には講師率合わせて29の、 図書館があったが、と気に、図書館は存在せず、東農全体でも、昼川村、現、中津川市に昼川村立、再び図書館、現、中津川市立昼川再び図書館があるのみだった。明治、大正期に設立された、図書館の多くはその後に姿を消している。第二次世界大戦前に設立されて現存している、公共図書館は、昼川村、高山市、 大垣市の三自治体立と岐阜県立の図書館のみである。1910年、明治43年には、昼川村に昼川村立、再美図書館が開館しており、この図書館は現存する岐阜県の公立図書館としては、最古の歴史を有する。1906年、明治39年には、市立の戦勝記念鉱山図書館が開館し、1943年、昭和18年に、 高山市に移管されて、高山市図書館となった。1911年、明治44年には、アンパチ軍に、大垣町教育委員会図書館が開館し、1918年、大正7年に、大垣町が、市政施行したことで、大垣市立図書館となった。1923年、大正12年には、市立岐阜簡易図書館が開館し、1954年、 昭和29年に岐阜市に移管されて岐阜市立図書館となった。時群多治見町は1940年、昭和15年に市政施行して多治見市となった。岐阜県では岐阜市1889年と高山市1936年に次いで3番目の市政施行した自治体である。戦後の混乱が落ち着きを見せかけた1946年。 昭和21年初頭、市内在住の斉藤武氏が図書館の設立を提唱すると、有識者や教育関係者らが賛同の意思を示し、図書館設立委員会が設立された。斉藤らが中心となって市民に献本を呼びかけると、約3000冊の図書が集まり、さらに1万5000円の寄付金も集まった。弁天町の田地見市立高等実践女学校の 校舎の一部を利用し、5月1日には、田嶋見市図書館が開館した。この時期は、考え貸し出しを行わず、館内での閲覧のみだった。開館から1946年末までの利用者数は6150人であり、1日平均約30人という利用者数について、田嶋見市市は、戦後の混乱期を考えれば決して少なくはなかったと述べている。 1948年度時点の岐阜県において、県立の図書館は、岐阜県立岐阜図書館と岐阜公民読書室の2館、市立の図書館は、大垣市立図書館、高山市立図書館、田治見市図書館のわずか3館だった。戦前から存在した、市立愛知幼稚園は1947年、昭和22年に、田治見市に移管された。1947年3月には、 田島市図書館の建物が田島市立愛知幼稚園の園舎に充てられることとなり、図書館は4月から翌年までやむなく休館している。旧時線女学校で開館していた1年ばかりの間に図書館の重要性は認知されており、再開を望む声が多かった。1948年、昭和23年7月。 時川南岸の青木町に新築された田見市消防会館の3階に図書館が設置され1年4ヶ月ぶりに開館した。消防会館時代の図書館は定員60人の閲覧室が2室、計29坪あり、閲覧室に加えて計7坪の書庫と事務室があった。職員は館長1人と事務員2人の計3人だった。1950年、 昭和25年7月15日時点の蔵書数は、一般書が2789冊、雑誌が31種類、米国図書及び雑誌が914冊だった。米国雑誌は、寄付民事部によって提供されたものである。1946年の開館以後には図書を、購入したり寄贈を受けたりしているが、時代にふさわしくないものや破損がひどいものを整理した。結果として、 増書数は減少した。図書館法が制定された1950年時点で、岐阜県の公共図書館は、田嶋市図書館を含めて8館だった。田嶋以外には、岐阜県立図書館、岐阜県公民読書室、後に、岐阜県立図書館に吸収される、大垣市立図書館、高山市立図書館、竹花町立図書館、現、橋間市立図書館、昼川村立、西尾図書館、 現、中津川市立図書館、市立財団法人岐阜館医図書館、現、岐阜市立図書館があった。九百五十一年、昭和二十六年十月には、成人を対象に、考えかし出しを開始した。九百五十二年、昭和二十七年の、岐阜県の教育によると、田地見市図書館の職員数は三人、内市書方一であり、蔵書数は三千九百八十八冊。 一日平均利用者数は67人だった。図書館費は496,200円であり、うち図書購入費は264,300円だった。1957年、昭和32年12月には、常磐町の田嶋市立田嶋幼稚園の建物の2階に移転し、1958年、昭和33年8月の改築を経て、 建物全体が図書館に充てられた。読書道好会などを開催して、読書の普及活動に努め、また、岐阜県立図書館の巡回レコードコンサートの会場にもなった。1960年時点の岐阜県にあった図書館は、岐阜市立図書館、大垣市立図書館、高山市立図書館、田地見市図書館、橋間市立図書館、昼川村立、西尾図書館、 関ヶ原町立図書館、中津川市立図書館、上岡町立図書館、現、東上岡図書館の旧館、8.8%であり、図書館設置率では、全国平均 17.、17.3%を下回っていた。1966年、昭和41年には、小中学生にも、考え貸し出しを認めたことで、貸し出し冊数が大きく伸びている。 1972年、昭和47年から1980年、昭和55年の夏休み期間中には、二十元、三六ら、諏訪町の児童を対象として、緑院図書館が開かれた。1975年、昭和50年からは児童向けのお話の会が行われている。1973年、 昭和48年9月時点の図書館登録率は4.1%であり、この数字は決して高いとは言えなかった。1976年、昭和51年に刊行された岐阜県公共図書館の現状と将来図書館、白書1976によると、この時点で図書館が設置されていた岐阜県の自治体は15、自治体にとどまっている。東能では、 田嶋市図書館と中津川市立図書館と水波市立図書館と土木市立図書館の4館があった。1972年頃には市民の間でより充実した図書館を求める声が高まった。1974年昭和49年に豊岡町から前畑町に移転した田嶋市民病院の建物を改築して1977年 昭和52年に、田嶋市図書館と社会教育センターが入った。特許閲覧室が新設されたほか、子供と読書講演会を開催するなど多彩な事業を行っている。国鉄田嶋駅に近い立地の良さから利用者が大幅に増加し、1978年度には貸出数が10万冊を超えた。しかし、かつて病院だった建物ということで、 図書館らしくない雰囲気が漂っていた。さらには、4階建てにもかかわらず、エレベーターは設置されていなかった。1986年度、昭和61年度末の蔵書数は10万3301冊。1986年度の貸出数は21万2754冊で、ある。百八十八年、昭和十三年には、百七十七年まで、 使用していた上磐町の図書館跡地に、田嶋見市図書館文館が開館した。バブル時代の1991年、平成3年に策定された第4次、田嶋見市総合開発計画には大規模な障害、学習センターの建設が盛り込まれ、1993年、平成5年には、現在地への図書館と、社会教育センターの副施設の建設が決定された。 1994年、平成6年10月には、図書館が昭和町の仮設館に移転し、同年12月に開館した。仮設館は1996年、平成8年12月まで使用されている。仮設館では、文学、給類以外の図書を原則として貸し出さず、貸し出し冊数は、本来の10冊から3冊に制限した。これらのために利用者は文館に流れ、 全体の貸し出し数は前年から減少した。1993年度の図書購入費は2024万9008円。決算額。1994年度の図書購入費は2475万4053円。決算額だったが、1995年度は約2倍となる4551万円。当初予算額を当てて、新刊の増書の充実努めている。 1994年度の貸し出し者数は1人当たり1.62点。全国平均は2.6点。1994年度の資料費は1人当たり231.05円。全国平均は257円。1994年度末の蔵書数は1人当たり1.74冊。全国平均は1.59冊だった。 1995年時点の図書館登録率は10.9%であり、中津川市立図書館の26.1%、水波市立図書館の37.2%などを大きく下回っていた。1995年、平成7年1月には、旧館跡地に複合施設の建設が開始され、1997年、平成9年1月には複合施設、 学びパークたじみが竣工。一点作業を経て、4月1日に新館が開館した。東農地方の図書館で電算化されていなかったのは、たじみ市図書館と中津川市立図書館のみだったが、新館開館を機に電算化も行っている。1997年度の利用登録者数は19390人であり、旧館時代、1993年度の3倍以上となった。 1997年度の貸出冊数は614,872冊で、あり、休館時代、1993年度の177,242冊の3.5倍となった。1997年度の貸出利用者数は152,163人で、あり、休館時代、1993年度の4.6倍となった。貸出指数は、 岐阜県の市町村立図書館としては最多であり、岐阜県立図書館を含めても岐阜県で第2位だった。1998年、平成10年には、市内のユニータジミ駅前店が、回収した不要レシートの1%分の金額で、図書を購入して、タジミ市立図書館に寄贈するキャンペーンを行った。2002年、平成14年6月にはウェブサイトを開設し、 自宅からの蔵書検索を可能とした。2003年、平成15年には、田嶋市保健センターで行う4ヶ月検診の際に、絵本を送るブックスタート事業を、死した。2005年、平成17年7月には文館に、田嶋市子ども情報センターを開設した。2006年、平成18年1月には、田嶋市と、時群笠原町が合併したことで、 笠原中央公民館と書室が、田治見市図書館、笠原文館に改称された。同年4月には、本館と子供情報センターに指定管理者制度が導入され、財団法人田治見市文化振興事業団が受託者となった。2007年、平成19年4月には、子供情報センターが、リニューアル会館た。2008年、平成20年4月には、 笠原文館にも指定管理者制度が導入され、本館同様に財団法人大事市文化振興事業団が受託している。2009年平成21年2月には笠原文館に蔵書検索システムが導入された。2009年度平成21年度には子どもの読書活動優秀実践図書館として文部科学大臣表彰を受けた。ブックスタート事業 おすすめ本の紹介、文館での中高生向け図書の所蔵、読み聞かせ事業などが評価された。2011年、平成23年4月には本館、子ども情報センター、笠原文館の指定管理者更新時期を迎え、再び公益財団法人田嶋市文化振興事業団が受託した。同時に利用者カードを、リライト式に変更している。2012年、 平成24年11月には、カーリルタッチサービスを開始し、図書の検索時に、館内のどの場所にあるか画面に表示される機能が、加わった。2015年、平成27年9月には、田地市に本社を置く山下高さんが、ネーミングライツを取得し、学びパークた、地味の命名県名称が、山家学び、パークとなった。10月には1階のカフェ、ママズプラスを運営する。 NPO 法人、ママズカフェと連携して、ママズプラス日書が本を紹介するコーナーを設置した。2015年11月に、パシフィコ横浜で開催された、図書館総合展では、長年にわたって、地道に収集してきた、当時期資料コレクションが高く評価され、NPO 法人知的資源イニシアティブが主催する、ライブレリフ・ザ・イヤーの大賞を受賞した。2016年、 平成28年4月には本館、子ども情報センター、笠原文館の指定管理者の更新時期を迎え、三度公益財団法人多治見市文化振興事業、団が受託した。2016年、平成28年1月には、山下グループ代表の加藤智子から1、0円の個人寄付を受け、2017年、平成29年2月には、絵本などの やさしすと文庫の設置、お話の部屋のリニューアルなどを行った。本館の2階には、絵本などの児童書、小説やエッセイなどの文学、料理や手芸などの家庭生活に関する図書が置かれている。3階には、実用書、地域資料、CD、DVD、ビデオ、新聞、雑誌などが置かれている。4階には、郷土資料室と学習コーナーがある。 館内には公衆無線 LAN が設置されている。各階には図書の持ち運び用カートやセルフカゴを配備している。展示によるトイレ表示やトイレの案内板を設置しており、各階にファミリートイレを設置している。2階には子供向けスペース、授乳スペースベビーベッド、おむつ交換シートがあり、子供向けセルフカゴを配備している。 田見市図書館の貸し出し点数は10点まで、AV 資料は2点まで、貸し出し期間は2週間である。1988年、昭和63年4月9日には、11年前まで本館として使用していた上磐町の図書館跡地に、田見市図書館文館が開館した。開館当初より、絵本、児童書が充実しており、現在では、 1> 約1万5千冊の自動書を所蔵している。2005年7月10日には、田治見市子ども情報センター機能を兼ね備えた施設にリニューアルをオープンした。子ども情報センターでは、悩み相談や情報提供を行っている。リニューアル時には、インターネット用パソコンが設置され、ミーティング、作業コーナーが新設された。田治見市図書館は、子育て支援に力を入れており、 本館だけでなく子ども情報センターでも保護者向けの講座や講演会を開催している。毎月第3木曜日、館内整理日は、子ども情報センター図書室の休館日や使いであるが、子ども情報センター自体は開館しており、図書の貸し出しはできないものの館内での閲覧は可能である。2015年度末時点の蔵書数は2万1346冊、2015年度の 貸し出し数は54,740点。1階は、開会閲覧室であり、自動図書や一般図書のほかに、雑誌13誌、新聞6誌が閲覧できる。2階は研修室であり、30席の閲覧席がある。田地市に隣接するとき笠原町では、昭和40年代頃に移動図書館、児玉号の運行が開始された。 笠原町役場と同一敷地内にあった社会教育センターの跡地に笠原町中央公民館が建設され1984年昭和59年11月2日に笠原町中央公民館と書室が開館笠原町中央公民館はホールなどを有する文化拠点であった2006年平成18年1月23日には笠原町が 田治見市に編入され、笠原町中央公民館は、田治見市図書館、笠原文館に改称した。笠原中央公民館の2階が、笠原文館に充てられており、児童図書や一般図書のほかに、2015年時点で、雑誌21誌や新聞5誌が閲覧できる。2015年度末の蔵書数は42,415冊、2015年度の、 貸し出し数は55,346点。田治見市では、図書館の利用者カードと公民館の図書利用カードの2種類があり、公民館図書室の図書を考え貸し出しする際には、公民館の図書利用カードが必要となる。公民館の開館時間はいずれも9時から21時30分であるが、図書室の開館時間は公民館によって異なる。貸出数は、 朝日が丘公民館と脇の島公民館が10冊までであり、その他の公民館は5冊までである。貸出期間はすべての公民館で2週間である。図書館の資料を公民館で取り寄せることができるが、取り寄せには図書館の利用者カードが必要となる。取り寄せ可能冊数は3冊で、貸出期間は2週間。AV 資料の取り寄せはできない。 返却は取り寄せた公民館で行い、図書館で返却することはできない。また、図書館で借りた資料を公民館で返却することもできない。1951年、昭和26年12月には事業所を対象とした貸出文庫を開始している。1962年、昭和37年にはスクールバスの有給時間を使用した巡回文庫。 婦人学級文庫を運行し、図書館の存在が、田治見市民に認知されるようになった。この巡回文庫は、貸し出し文庫を発展させたものであり、岐阜県では初の試みだった。翌年の1963年、昭和38年には、岐阜県立図書館から、移動図書館専用車を譲り受け、スクールバスから専用車に切り替えている。1968年、 昭和四十三年には移動図書館車を購入して車両を置き換え五百四十冊を積載して市内数カ所のステーションを巡回した。九百八十年昭和五十五年には二千冊を積載する車両を購入し、非競合と名付けて既存車両を更新している。九百九十年平成二年には二千五百冊を積載する車両に更新した。年 平成12年3月末には移動図書館サービスを廃止した。郷土の古文書などの歴史資料の保存と利用のために4階には郷土資料室を設置している。中日新聞岐阜県内版を1944年昭和19年分から永年保存している。郷土史に関するレファレンスへの対応も郷土資料室で行っている。田地市図書館は2008年度 平成20年度から西浦家文書の調査を行っており、地元の専門家らによる調査を実施している。地元の高齢者や陶磁器製造販売関係者に対して昔の暮らしや陶磁器産業などについて聞き取り調査を行っている。1975年昭和50年頃には田嶋市が石造物調査を行ったが、その補足調査を行っている。 田地見市文化財保護センターと共同で自社の胸札調査を行っている。文化財保護センターと共同では、市内にある長福寺の軸物の調査も行っている。博物館、資料館、研究者、メディアなどに対する資料の貸し出しや提供なども行っており、また古文書などの解読調査や共同調査を行うこともある。1976年、 昭和51年から1987年、昭和62年に刊行された、田嶋市市の編纂時に収集した、明治時代から昭和時代の写真約3万点を保存している。これらの古写真をパネル化して、田嶋レトロ写真と名付け、2014年度、平成26年度から高齢者福祉施設などに貸し出している。 田地見市在住の高校教員からの寄付をもとに、収集した資料で、1999年、平成11年3月に、水野千鶴子文庫が設置された。図書1918冊と、加藤助三郎や文書からなる。辞書、辞典、図鑑、図録などの参考図書、生活、文化、学術を後世に伝えると、書、陶磁器に関する図書、 田地美市の郷土資料を収集している。図書の一部と加藤助三郎や文書は郷土資料室で保管している。陶器将軍とも呼ばれた加藤が創刊した陶器商法を所蔵しているが、陶器商法をある程度まとめて所蔵している図書館は珍しく、研究者の注目を集めている。田地美市図書館の陶磁器資料コレクションは国内有数であるとされ、陶磁器関連書籍や図録など、 約8000点を所蔵している。当時器資料コレクションとは別に、3階の開会閲覧室内には、郷土資料コーナーを設けており、田治見市や岐阜県内各自治体の資料を収集している。地場産業や、研究の支援、文化の紹介などを目的として、当時器資料の収集を本格的に開始したのは2005年、平成17年頃である。専門家の助言を受けて、 地道に収集を進めており、美の焼きに特化せず、全国各地の陶磁器資料を収集している。国内で出版された陶磁器関連書籍は全て購入しているほか、流通形態が異なる図録は、各地の展覧会を調べて関係者から取り寄せている。陶芸家に提供を頼むこともあり、また利用者から寄贈を受けることもあった。それまで陶磁器資料は、美術、工芸、 歴史などの分類に分散していたが、館内に専用コーナーを設置して一箇所に集め、作刀、暮らしなど、独自の分類で並べている。また、それまで書庫に所蔵されていた、当時器資料をすべて開花に出した。2014年、平成26年4月からは、英語多読の関連図書の購入を、はじめ、9月には専用コーナーを設けた。2015年、 平成27年9月時点では20シリーズ約1200冊を所蔵している。絵本、童話、小説など多彩なジャンルの図書からなり、岐阜県内では、各見ヶ原市立中央図書館に次ぐ蔵書数である。収集するだけでなく、多読愛好者の交流のために、他、地味多読を楽しむ会を設立し、図書館内で多読クラブや読書会を開催している。 2015年10月4日には、日本多読学会の西沢はじめ副会長を招いた講座を開催した。視覚障害者向けの録音図書は、東濃、加似地域で最多の240冊を所蔵している。1983年、昭和58年に発足したボランティア団体、み合いパートナーの会が、時代小説や推理小説を中心に音読。 カセットテープや CD に記録して図書館に寄贈した。2012年度には延べ273人が427冊の録音図書を貸し出した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。